あ、もしもし。あ、どうしたの？うん。え、なんで？うん。あ、知らない。うん。あれ？さんまさんかなんか出てたっす。あ、じゃあタモリさん出てるやつ？あ、はいはいはい、はたはたはた、あれか、はいはいはい。うん。あ、わかった。うん。もう町田は熟知してるから。何やってた？ちなみに。うん、はいはいはい、うんうん、ダメだったのかなと思って、あ、そういうことね、はい、奥多摩、うん、そうそうそう、今日はあれ箱根行く、うん、まあ今だいぶちょっと落ち着いたけどね、うん、暑い暑い、うん、うん、あ、そういうことね、うん、うん、まあ、だいぶいろいろと落ち着いたんで。あー、揃え、買い揃えとか。うん。あ、ゲームゲーム。だいぶ落ち着いたんで、ね。出たけど、下がったね。6万ぐらい下がった。6万ぐらい下がった。わかんない。だから、前の大元の会社、基準にやっちゃってるから、そこはもともと低かったって話です、うん、だからエジソンとしては良かったんだけれど、そうじゃなくてもともとの大御所、大元の食われた会社が低かったってわけだ、そう、そういうこと、そう、うん、あ、これ8万ぐらいか、間違えた、8万ぐらい下がってる、うん、うん、焦ったもん、うん、いやだからエジソンとしては良かったんだけれど、その元々の元の会社が低かったって話でしょ、倍率だから給料に対して何だったっけ、 1.2、3倍ぐらいだったね、あ、違う違う違う、今までは